三菱不装、キャンター UD カゼットカゼットは、ボルボグループのトラックメーカー、UD トラックスが2014年から販売する、小型クラスのトラックである、コンドル10から30の後継者として登場した。2014年6月25日、UD トラックスは三菱不装トラックバスと、日本市場向け小型トラックの OEM 供給に、関して、基本合意した。UD トラックスは三菱不装から、 日本市場向け小型トラックの供給を受け、同年中をめどに、三菱不創性の小型トラックを、UD トラックスの小型トラックとして販売開始することになった。なお、キャンターの OEM 社としては2012年に開始された日産への NT450、アトラスとしての供給に引き続き2例目である。2014年9月11日、発表、発売開始。 社名はそれまでのコンドルから街に元気を届ける爽やかな風のように働く小型トラックをイメージし風の造語であるカゼットに変更された。初号車のラインオフの際には記念式典も開催された。2015年1月21日、ワイドキャブ超ロング車型をベースに新車型であるか ZRK を発表、発売開始。なお、 この追加に伴って、従来のシリーズは、カゼット SK、カゼット SF と名称を変更した。また、2018年に登場したモデルや9代目、モデルの OEM などは行われていない。ありがとうございます。